どうもみなさん、ドクター歯科衛生誌 A2E のあかねですえ。今日はですね、この新人歯科衛生士からよく聞かれる質問にお答えしますの、ボリュー2ということで第2弾、来たいと思います。はい、第1弾、なかなかあの人がですね、見てくれましたので、あ、これ結構見てくれるんだと思いまして、これ継続パターンということで、連続でね、続けていきたいと思います。で、今日ももう聞いた3つ、多く聞かれるよっていうことを3つピックアップしました。今日はと言いますとですね、3つ、まず1つ目、ジョン。 海外で歯科医生士として働くためにはどうすればいいですか何をすれば海外で歯科医生士として働けますかっていう質問。これはね、ちらちらやっぱりきますよね。きます。それはなぜかというと、私自身がですね、まあ、英語。 話せるとということをですね公言してますし英語得意ですっていうのを公言してるのでそれを知ってる方であれば知ってる学生であればですねあどうやったら海外なんか海外のこと詳しいのかなとかね英語といえばドクター歯科先生士あかねみたいなねイメージを持ってくれてるからよく聞かれるんですね。まあ、日本ののの歯科衛生師のライセンスをそのまま使えるという国は 世界中どこ探しても、まあないですよね。基本的にはないです。日本の歯科衛生士のライセンスを使って、本当歯科衛生士の予防業務、歯石を取るとか、それを診療行為として行う、歯科診療所で行う、歯科衛生士として働くっていうのは、まあなかなか難しいとラ。ライセンスない状態で働いちゃうと、もうこういう状態です。もう捕まっちゃいますからね。はい。アレステッドされちゃうので、で、世界中には当然、もう歯科衛生士、デンタルハイジニストという仕事は当然、たくさんの国にあります。まあ中国なんかにはないんですけれども、まあ、韓国も当然ありますし、まあタイな タイとかタイとかもないですねない国は結構東南アジアとかだとまだまだ日本が逆に日本がですね日本の歯科衛生士が先進的な感じにはなっているんですけどもう欧米なんていうのはデンタルハイジニストもたくさんあります国としてそれぞれが定めていますそれぞれの国によって歯科衛生士ができる業務範囲歯科衛生士に求められる内容 歯科衛生士が対象とする相手っていうのはですね大きく変わるということがありますそれは国でそれぞれ異なってくるんですね日本の歯科衛生士の業務がそのまんまアメリカの歯科衛生士同じってことではまずないよということが大前提なんですゆえにですね日本のライセンスをそのまま使うってことはほとんどないんですねじゃあライセンスがないってことはそれは無意味なんですかって言うとはっきり言ってほとんど無意味ですね日本のライセンスを持ってるからといって何か優遇されることは何もないですしアメリカの歯科衛生士なんていうともう州にもよるとは思うんですけれども基本的には 日本の歯科衛生士のライセンスを持っていたとしてももう一度アメリカの歯科衛生士のスクールにちゃんと通ってですねそしてちゃんと歯科衛生士のそういう試験をパスしてでめでたくライセンスを獲得してアメリカで働くことデンタルハイジニストとして働くことができるということなので全く日本,日本のライセンスを持っているからというのは全くないですそこがそれがあるから学校に入れるとかそういうこともないんですねそもそもそういった学校に入るためにはそれなりの英語力がないとまず入れません。 もちろん日本の歯科医生士の養成期間も私立の場合ですとそれなりに授業料なんか年間の費用っていうのはかかると思うんですけどアメリカは多分もっと高い多分でももっと高いですアメリカの歯科医生士のそういうスクールに通うためにはかなり高いです高額ですなぜなら歯科医生士アメリカのデンタルハイジェンストたちっていうのはかなり社会的地位が高い独立した職と認められていますのでなるためにはそれなりにお金がかかるんですね勉強するために用意するものをしっかり用意しないといけないしそれは費用もかかると。 いうことがあるんですねですので日本よりもお金もかかりますしそもそも英語の能力がないとそういうスクールには通いないので英語の能力ってのはどういうので判定するかっていうともう多くの方が聞いたことあると思うんですけどまあ、トッフルとかですねああいったものでも総合的に評価するんですねリーディング、まあ、読んだりとかあと書いたり、ライティングそしてリスニング、聞くあとスピーキング、えそういったものを全部 見た上で能力を把握するという、ああいう総合的な評価っていうトッフルっていうですね、もう受験も数万円かかるような試験になっています。そういったものもの かりある程度のスコアを取って、で、スコアを取ってるよっていうのを学校にちゃんと向こうに出してですね。で、学校に認められれば見事入学ができて、そこから司会生士の勉強が始まるということになるんですね。なので、なかなか英語,力英語能力かなり高いレベルを求められるので、えー、結構ハードルは高いかなということがあります。今のはアメリカの例ですけど、例えばオーストラリア、まあ、最近はちょっとどうかなと。 確かでではないんですけれどもオーストラリアなんかではちょっと前まではではすねもちろん日本のライセンスは使えないんですけれども向こうの現地のライセンスを取るための試験を受けるために、まあ、ある程度英語力があればですね英語力がパスできればその試験を受ける資格は得られるというようなことは聞いたことがありますただその試験もなかなかハードルが高いので、まあ、その試験を通ったら向こうのライセンスを獲得することができてデンタルハイジニスとして働けるとただその現状とすると向こうのオーストラリアの場合ですとデンティストがかなり人数が多いので デンティスト、デンタルハイジニストの人数はですね、圧倒的にデンティストの方が多いんですって。もうデンティストがかなり多いので、デンティストしかいない歯科医もたくさんあるっていうことなんですね。で、特にオーストラリアはデンタルハイジニストだけじゃなくて、デンタルセラピストっていうですね、デンティスト、デンタルセラピスト、デンタルハイジニストっていう、デンタル系の仕事は三職種もありますので、細かく言うと業務は違うんですけれども、まあ、パッと見るとちょっと似たようなね、えー、感じのところがありまして、そういう意味ですね、働く場所がまずネイティブ、その現地の人ですら、現地のデンタルハイジニストたちですら、職場を探すのが大変 だっていいう現状状があるみたななのでそんな状況ででそん況すね日本人がデンタルハイジンスライセンスを取って見事にそこに働けるかと就職場所を見つけられるかというとちょっと難しいのかなというようなこともありますただそんな落胆することじゃなくて言いたいことはもうそもそもそういう海外で働きたいのであれば早い段階からもう海外でねやっちゃった方がいいっていうことなんですね海外で資格取っちゃった方がいいでしょうって。であととははそういうい情報を見るきには インターナショナルフェデレーションオンデンタルハイジェンっていう IFDH っていう組織、世界の歯科衛生子をこうまとめるね、世界の歯科衛生子連盟みたいなものがありますので、そこから、そのホームページから情報を見てもらうと、各国のですね、科衛生子になるための方法とか、各国の歯科衛生子の業務とか、ちょっと簡単に見ることができます。まあ当然英語しかないんですけれども、まあそれはよくいろいろ単語とか調べてもらってね、見てみれば、なんとなく世界の歯科衛生子の事情になるためにはどうすればいいのかっていうのが見られると思いますので、ぜひ IFDH ですね、インターナショナルフェデレーションオンデンタル だいたらハイジンスだったかな、はい、IFDH のホームページ見てみてくださいで今のと関連してないんですけど別々で聞かれますねこれ「英語を話せるようになるにはどうすればいいですか?」と「どうすれば英語を話せるようになりますか?と」とこれよく聞かれます、まあ、当然これを聞いてきてくれる子たちっていうのは、まあ、バリバリね英語をこう書いたりとか読めたりとか。 ね、すごいペチャクチャもう国際学会でもう余裕で発表できますみたいなねそんな英語レベルを求めてるんじゃなくて、まあ、なんとなく英語でこう話せる日常英会話の英語を話せるようになりたいんだけどそれってどうすればいいのっていうことを聞いてるんですね、まあ、大体そうですよねこれも日本人っていうのはやっぱり英語とかそういうものちょっと苦手ですから他国の人々に比べるとねなのでもう日本人の大半が英語に対してこう憧れというか英語を話せるのすごいっていうか英語を話したいっていう もうちょっと一つ希望夢みたいな感じを多くの人が持ってるの現状だと思います。英語っていうかもう言語っていうのがそうだと思うんですけど、使うしかないですよね。使うしかないと思います。で、実際私もですね、基本的にはそんな大学卒業してからとかですね、英語をこうガッとね、本当受験用の勉強みたいなのってしたことないんですね。ただですね、 えー、そういう資格英語の試験っていうのはどんな感じなんだろうと自分で実践し自分で体験してみようと思いましていくつか受けてますトェックですとかトフルはちょっと受けたことがないんですけどアイエルツこれは受けましたねまあ大学院はオーストラリアで取ろうかなとかねういうふうに思ったことがありまして自分の英語レベルどんなんだろうどんなふうに評価されるんだろうと思ってアイエルツ受けたことがあるんですねまあかれこれもう5年前ぐらいえ五5年6年ぐらい前かなの話になっちゃうんですけどまあその時に受けたアイエルツのスコア的には 6.5かな。6.5。6.0ですから、ね、6.5ぐらいでしかねまあ、そのくらいで。まあ ir2 の6.5ってだいたい。どれくらいだっていうのを調べてもらうと toeic とか英検とかってどのくらいって分かってもらえると思うんですけど。まあ基本的には6.5。そういうレベルのスコアを取らないと大学院とか入れないぐらいなんですね。まあ、そのくらいのレベルではあるんですけど、どうしてそのくらい留学経験がない。私が？ なんとなくね、英語、なんか片手間にっていうか、英語一本で勉強したことってないので、そんな私が英語を話したりとか、まあ、不自由なくね、英語を話したりとか、英語を読み書きしたりとか、試験受けて、そういう点数取れるのはなぜかと言いますと、やっぱ毎日使ってるからだと思うんですよね、一番は。うん。やっぱ言語って、毎日使うことがすごく大事だと思うんですよ。その使い方も、見たり聞いたりもそうなんですけど、一番はやっぱり言葉に発することが一番重要ですよね。 人から聞いた言葉をインプットしたものをそのままアウトプットするっていう。もちろん、オウム返しの繰り返しじゃ何の意味もないんですけれども、アウトプットする、出すっていうのがすごく大事なんですね。最初は全然出せないんですけど、気づいていくとどんどん出せていくようになっていく。気づいていくと、 スら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 文章をこうね、いけるようになるんですね。当然エラーはたくさんあると思います。私の英語も100%完璧ではないので、100%もう完璧ね、ほど遠いでさっきり言って。いろいろも文法とかすごいエラーあります、話してる最中。ただ伝わればいいだろうと。コミュニケーションそれではいいでしょ。そういう意味で英語を話せるということで言ってるんですけど、まあ毎日話せばとりあえずそれくらいのレベルにはいきます。今本当に便利な世の中なんで、オンライン英会話とかって本当に充実してるじゃないですか。まあネイティブの先生とこうお話ししたいってなると、 まあ月額1万円弱とか高いと本当1万円超えちゃったりとかするんですけど、毎日使うっていうことだけを考えればですね。本当にもうフィリピン人の先生とかでもすごい。もう英語上手に流暢にお話しされますから、全然問題ないですよ。1ヶ月6000いかないぐらいで、1日30分のオンライン英会話できますので、ま是非。それは。 やってみるといいんじゃないかなと思いますもう一番大事なのはやっぱり使うこと毎日使うことですまあ、使い方見たり聞いたりもそうなんですけど一番やっぱ音耳に慣れさせてそして自分の言葉でもちゃんと言ってみるっていうのをや,やればやるほど確実に1週間に1回とかガッとやっても意味ないと思うのでぜひ毎日触れることが絶対大事だと思いますで最後これですこれですこれがまあちょっとメインディッシュと言ってもいいと思うんですけどどうすれば教員になれますかっていうことなんですけど結構 こう最近の感じだとすると、私が接してきた学生さんだと、そういうふうに言ってくれる人は結構いるんですよね。どうすれば教員になれますかねって。数年後教員になりたいと思います。先生みたいになりたいと思います。とかね。ありがたい、嬉しいことを何度か聞いたことがあります。その時にどうすればなれますかっていうのをそのまま聞かれるんですけど、今、司会接種の要請期間っていうのは3種類あるんですね。専門学校、短期大学、大学って3種類あります。で、8割、9割は専門学校なんですね。 専門学校がほとんどです。歯科衛生士の養成機関は。なので、先生になりたいっていうと、ほとんどが専門学校の先生っていうのが、まあ、ほとんどだと思います。短期大学とか大学とかそういったところの先生になるためには、当然、学歴とかね、そういったものが必ず必要になってくるんですけど、まあ、正直、専門学校の先生というのは、なるために何が必要かっていうと、資格は必要ないんですね。なるために必要な資格ってないんです。ないんですよ。はっきり言って、 まあ自分もね、専門学校の教員なんで、自分のことも含めてですけれども、誰でもなれます、はっきり言って。誰でもなれるんですね。特に教員免許が必要なわけでもないし、何かの,その勉強を受けるとか、研修を受けるとか、そういうことをしてないと、教員になれないって、そんなこともないんですね。ないんです。誰でもなれるんですよ。何度も言いますけど、誰でもなれます。はい。ただ、あのー、言っておきたいのは、誰でもなれるんですけど、なんてね、教えたいこととか、何がしたいかって。 教員なんで教員になりたいのかっていうことがはっきりしてないとなっても面白くないと思いますもちろんそれは臨床で歯視生師として働くこともまあしかりだとは思うんですけれどもなんで先生になりたいかっていうのがはっきりしてないまま教員になっちゃうと多分あんまり面白くないんじゃないかなと思うんですよね普通にねなぜかというと教育って本当人と人との関わりなのでハートがないとハートがないとはやっていけないんじゃないかなと思いますねとりあえずまずま どうしてもなれますかと。そういうふうに思ってるわって。思ってる皆さんには必ずですね、どうしてなりたいのかって一回考えてみてもらいたいと思います。なったら何を教えたいあなただったら何を教えられるとかね。何が強みですかとかねえ。そういうことがはっきりしている方が、いざ教員になった時には絶対に楽しいと思うし、素晴らしい先生になれるんじゃないかなと思います。ぜひもう、司会精の養成機関の先生というのは、本当にもう素晴らしいみんなやる気に溢れた先生たちで、 埋め尽くしててもらいたいっていたっうのがね <laughs> 本音でありますので是非皆さんの中でそういう気持ちがあればまずは「え何、ー、でなりたいかな」っていう理由をはっきりさせたらいいんじゃないかなと思いますねまずは、うん、結論ですけどどうすれば教員になりますかって誰でもなれるでしょただやっぱりタイミングとか時期って当然あります。学校によっってては先生がどどんどん変わっていく 学校もあります。ただ、全然変わらないで、ずっと同じ先生たちでね、頑張られてるっていう学校もありますよね。まあ、いろいろあると思うんですけど、本当入る、出る時もあれば、入るタイミングもそれぞれあるんで。本当、そのタイミングをどう獲得するかっていうのが、まあ、ポイントなのかなと思いますね。誰かがいなくなった時とか、人手不足の時に、こう、パッと声をかけてもらえる。まあ、存在になっておくことが重要だと思います。本当になりたいっていう時はね。はい、なぜなら、歯科衛生士。 の就業場所っていうのは大半がやっぱり一般歯科診療所で、養性期間っていうのは歯科医生士の数から言うと,と0.7%っていう非常に少ないパーセンテージですよね。だからそんなに多くの人が養性期間の教員にはまな、あ、れない。数的なところで言うとなれないんですね。ただほんとタイミングで、誰でもなれるんですけど、そのタイミングですよね。そのタイミングをどう獲得するかっていうと、教員の先生とコン,コンスタントに連絡を取っておくことだと思いますね。やっぱり先生たちもですね、 こういざ誰かがお辞めになられた時にあじゃあこの人の代わりを探さないとという時になるとですねまずは自分の教え子ですとか一生懸命活動されてるお知り合いの方とか、まあ、そういったちょっと顔見知りのところからですね声をかけられるような傾向がありますもちろん公募的にね誰でも来てくださいっていう歯科衛生士でこういう状態の人であれば誰でも来てくださいとかっていうのはあるとは思うんですけれども基本的には結構内々で特に私立とかの場合ですとこういう内々で決めるってことがほとんど多いと。 ほととんどだと思いますので、自分が本当になりたいという気持ちがあればですね、まあ、その先生とも継続的にコンタクトを取って私こんなふうにやってますやりたいですよいつでもいつでも声をかけてくださいってアプローチをアピールをし続けるというのが一番の近道確実な道なのかなと思います。ままず連絡取ってみたらいいいいんじゃななですすかなと思いますね。 こんな感じの回答で大丈夫ですかね <laughs> すっごいざっくりだけど、まあでも誰でもなれるっちゃなれるんですよ。意外と、あれなんか特別な人にしかなれないのかなとかね、思ってしまっているような学生さんがいたりするんですけど、まあ決してそうじゃないよということなんですね。ただ誰でもなれるんだけど、誰にでもなられちゃ嫌ですけどね。<laughs> じゃあ本日最後、時間術ということでちょっと簡単にお話しさせてもらいます。まあ、今日のですね、一つ目と二つ目の質問にあったように、まあ、英語の学習、主にそこですね、英語の学習するのに、 一日30分でオンライン英会話をやっていけば、毎日やっていくことが英語を上達させる、まあ、英語を習得するための一番の近道で確実な方法なんだということをお話ししましたけど、そういうと大半の人がね、英語に限らずですよ、毎日これやろうねと、コツコツこうやられるの大事なんだよって話をします。そうすると大半の人がですね、そんな時間はないと、そんな時間取れないよっていう人が多いですよね。皆さんの中にも思った人がいるんじゃないですかね。そんな一日30分も取れないよってね、いう人がいると思うんですよ。 何ででもそうなんですよ英語とかだけじゃなくてなんか勉強したりとかねするのにも一日30分とか一日20分とかの時間って毎日取るのってできないっていう人がたくさんいるんですよ実際。でもどうなんですかね よくそういうことをもし思ってしまうとか、ああなんかそう思いがち時間ないんだよって、時間ない、時間ないっていうことを口癖で言ってる、自分が言ってるというようであれば、ぜひちょっと思い返してもらいたいんですけど、一日一体何に時間を使ってるか、一回こう紙に書き,書き出してみるといいと思います。一回紙に書き出してみる。私一体何に時間使ってるかなって。 だって書いてみると意外とですね、あ、この時間削れるじゃん。この時間いらないよねっていうのが結構見つかったりするんですよ。例えば家帰ってからソファーにベチャーってね、寝っ転がっちゃって、そのままぼーっとしちゃったりとか、それで30分とか、そのままテレビ見ちゃって1時間とか、そのまま寝ちゃって2時間とか。もしかしたらご飯、ご飯をね、テレビ見ながらご飯を食べてしまって、それで2時間。もう毎日食事に2時間。 テレビ見てるかそう含めてそれで2時間とかねあとはお風呂入る前後で1時間ボーっとするとかスマホずっといじってるとかそういった時間必ず誰でもあると思うんですよねだそういった時間を削れないですかね何かこう自分を高めるため自分を成長させるための時間に当てられないですかねってことを一回考えてみると書き出してみてこの時間この時間って考えてみたらいいんじゃないかなと思います何か削れるものはないだろうか時間を捻出できるところはないだろうか 何か何か何かっていうのを考えてもらうと必ずね時間は作れると思いますしむしろ時間は作らないと絶対ないと思います時間は作るものだと思っていますので時間がないっていうのは自分の問題ですよ自分で時間を作るか作らないかだし時間は作るものだと思ってますのでぜひ時間の見直しをしてみてはいかがでしょうかそれでは今日はこの辺でまたお会いしましょう